はい、皆様お疲れ様です。シュチュマンです。今日はですね、2024年の9月11日となっております。はい、本日はですね、冒頭は最近のニュース、それから後半でコスモスの状況ということで見ていきたいと思います。はい、最近ですね、日本の電力大手東京電力がグリーンビットコイン採掘を検討ということでね、書いています。このねニュース結構ね、大手動いてるなというところで、話題になってました。無駄になっている再生可能エネルギーを節約するためにビットコインマイニングに乗り出すということで報じられています。子会社、東京電力の子会社ですね、アジャイルエナジー X は、廃棄太陽エネルギーを利用してビットコインマイニング装置に電力を供給する実験を行っているということで、はい、こういったニュースがね、ありますと。はい、ちょっとね、実用的なというか、現実的なニュースが、ありましたということですね。最近ね、メタプラネットがですね、3億円分のね、ビットコインを追加購入というところでね、はい、ニュースになっていたりとか、本当に今日本の企業もですね、どんどんビットコインをね、マーケティング的に買っていくんじゃないかっていうような、噂というか情報がね、飛び交ってます。はい、あとこちらですね、こちらの提携っていうのがちょっとね面白いので内容を見ていきたいと思います。はい、今回の提携はですね、労働力とキャリアの証明機関が政府と提携、ビットコインを公共部門の雇用に統合ということで、面白いニュースが、出ております。はい、プルーフオブワークフォースファウンデーションとカリールスインガバメントっていうんですかね、はい、ビットコインマガジンに、送られたプレスリリースによると、このプルーフオブワークフォースファウンデーションと、CIG はですね、ビットコインを公共部門の雇用慣行に統合することを目的とした戦略的パートナーシップを開始ということになっています。こちら、どういった提携かというと、目的としてはですね、ビットコインベースの報酬と福利厚生を通じて財務的安全性を高めて、才能を引きつけ政府職員のイノベーションを促進することを目指していると。公務員の給与オプションやインセンティブ構造にビットコインを組み込むための、革新的な戦略の開発になると。で、これらの戦略をテストすることで、このインシアティブは全国の公務員が採用できるスケーラブルなモデルを作成することを目指していると。はい、この取り組みは仕事の満足度を高めて、インフレやその他の経済的不確実性から従業員を経済的に保護することを目的としているということで、こちら結構ね、本格的なね、提携だなというところで、取り上げております。戦略的っていうこともあるようにですね、ビットコインを取り入れることがですね、戦略になるということがね、いうことで採用されているというか、はい、ということもありますし、最近の大手企業のね、ビットコイン買いっていうのも本当にね、すごい活発になってきたというところでですね、ビットコインのね、関わり方というか、こういったね、観点から見ても、面白いなと思います。はい、それがですね、ピーク、もうそろそろ、今月ですね、9月の、もうちょっと末日ですね、末あたりにですね、ローンチということになっています。で、1700億ドルの資産を保有する欧州インフラ大手から濃度サポートを確保ということになっていて、本当にね、ローンチ前からね、本格的な体制になっているということですね。はい、いろんな、ベンチャー企業であったりとか、はい、投資会社とかね、いろいろあるわけですけどね、ミュンヘン工科大学っていうのも含まれているということになってますね。ピークの成長と発展ということで、レイヤー1ブロックチェーンはですね、 Web3 と現実世界のアプリケーション間のギャップを埋めるために積極的なエコシステムを開発し、パートナーシップを築いてきたと、はい、いうことで、2023年4月ピークはですね、マップメトリックスや、ナティクスネットワークなどの分散型マッピングプロジェクトから大規模な移行を受けたと、ね。で、Web3 ドライブ2アンプラットフォームである、マップメトリックスは DP に重点を置いた機能と成長を続けるエンタープライズエコシステムを活用するために、ソラナからピークに移行ということで、ピークにどんどん、ね、移行しているわけですね。はい、9月22日から9月30日の間にメインネットのローンチに向けて、準備を進めているということになっていてですね、はい、ピークの共同設立者である方もですね、ローンチ前の1500万ドルの資金調達ラウンドの成功を受けて、イベントが、はい、いよいよとなっています。メッサーリはこの分野の市場規模が2028年までに 3.5 兆ドルに達する可能性があると見ているということで、はい、結構な市場規模だと思いますね。で、ピークは DP 向けの、堅牢でスケーラブルなかつ、総合運用可能なプラットフォームの提供に、注力していると。エコシステムと業界パートナーシップの拡大と相まって、この新興分野の主要プレイヤーとしての、地位を確立しているということで、
はい、ニュースの方が出ておりますね。まあ、こちらも注目されるねニュースだと思いますので、まず冒頭ねチェックしてるんですけども、はい、ドイツテレコムやベルテルスマンインベストメンツなどの企業とのコラボレーションは、ブロックチェーンが伝統的な産業を再形成する役割に達する認識が高まっていることを示していると、まあ強調しているということになってますね。はいはい、まあ、実際にねピークに関しては、まあ、以前から、まあ情報っているものになるんですけど、まあ、ピークに関してはですね、まあ、テスラの実験とかですね、はい、まあ、ドイツで結構ですね実際に、ね、実験を行っていたりとかしたりとか、まあ、そこにですね、スマートシティっていうところに絡んできていたりとかね、はい、あとフェッチ AI とのコラボというかその関係とか、はい、いうことで、まあ、結構話題のプロジェクトかなと思ってます。はい、まあ、ピークに関してはですねテスラのトークンというのもね、関わっていたりするので、まあ、非常にその、まあ、実用的な、ところでね期待されているプロジェクトだと思っております。はい、まあ、最近では要チェックかなというふうに思っております。はい、それではですね、メッサリーから出てるですねコスモスハブの現状ということで、まあ、最後ね見ていきたいと思います。はい、まあ、ちょっとね長いので、こうかいつまんでというところになるんですけど、はい、まあ、重要なポイントとしてはですね、まあ、今年の、まあ、第2四半期ですね、2024年、ガバナンスについては14件のうち11件が可決と、はい、あとのアクセレーター DAO は、まあ、まあ全四半期比 32% 増となる39万5000ドル相当の4件の新たな助成金を承認ということで、まあ、これが2024年ね最初の方に、ありました。はい、まああとはですね、V17 アップグレードの時ですね、バグによって、まあ、一瞬ですね、まあ、生成が、ブロック生成が停止したということで、まあ、これはね、すぐに回復しているということになっています。はい、コスモスハブの実質利回り成長率は、前四半期比 8.9% 増と、インフレ率の 1.1% 増を上回り、価格と時価総額が前四半期比 45.3% 減少したにもかかわらず、希薄化の影響を緩和し、アトム保有者にとっての価値を高めましたと、はい、いうことです。はい、アトムの価格は結構ですね下がっているわけですけども、まあ、他の分析から見るとですね、まあ、そこまで悪くないという状況かなと思っております。はい、まあ、最近ですね、まあ、時価総額、まあ、上位54のトークの中で24時間の成長率で7位にランクされているということでね、結構な回復力を見せたということが、ツイッター、X の方でも言われてましたね。はい、アトムの潜在能力っていうところに関しては結構ポイントがあるのかなというふうに思ってます。はい、アトム自体、コスモ自体はですね本当にねいいプロジェクトだと思ってますので、はい、技術的にも非常に、まあ、優秀ですし開発も進んでいるというところからですね、はい、まあ、今後のね、プロセスっていうのをですね、はい、見ていく必要があるかなというふうに思ってます。はい、メッサリーの記事をね、読んでいただくとすごく詳しく、まあ、載っているわけなんですけど、はい、まあ、ここにもね、結構書かれているのがですね、やっぱりこの技術の進化っていうところですかね、まあ、いろんなプロジェクトというか、がですね、動いているっていうところですかね。はい、まあ、その中でもですね、まあ、ガバナンスについてはですね、もう本当に、まあ、Atom 2.0 っていうのがですね、否決されたわけですけど、まあ、その流れでですね、結構そのインフレに関してとか、まあ、様々な取り組み、提案が出てですね、それがね、だいぶ通ってきているっていうことも間違いなく、あるかなというふうに思いますね。はい、まあ、Atom の比較的安定したインフレ率っていうのが、まあ第2四半期に見られるわけですけど、まあ、2023年第4四半期に可決された提案848と、によるですね、まあ、継続的取り組みの結果ですということが書いていてですね、はい、まあ、結構物議があったね、ものだと思うんですけど、はいはい、まあ、こちらがね結構効いてるんじゃないかっていう話をされてますね。はい、まあ、様々な、ガバナンス、まあ、提案が通ってですね、まあ、それが今ね現状出てるんじゃないか、まあ、影響が出てきてるんじゃないかっていうことをまあ言っています。まあ、ステーキングに関してもですね、まあ、低下していると、はい、いうことで、まあ、最高値の 66% からですね2024年、まあ、第2四半期の、まあ、63.6% に低下ということになってますし、まあ、結構ですね、まあ、取引とかもそうですけど、まあ、減少しているっていうことが、まあ、言われて、まあ、結果としてはあるんですけども、はい、まあ、結構ね強気の、コスモスアトムとなっている感じですね。はいはい、まあ、助成金っていうところではですね、やっぱりアクセレーター、アトムアクセレーター DAO ですね、新規助成金の承認っていうのが、まあ、大きい
かなというところですね。まあ、それがちょっと進められているというところで、はい。まあ、最近ニュースでもあったんですけど、ドラファクトリーっていうところですね。まあ、24ヶ月の取り組みとして10回のクアドラティックファンディングラウンドに投資するために20万ドルを獲得したということでね、動いていたりとかね、はい。まあ、インターチェーンセキュリティ関連に関してはですね、第2四半期バビロンとですね、インフォーマルシステムが提案したインターチェーンセキュリティ ICS モデルのさらなる開発が行われたということで、このアプローチはステークされたネイティブ BTC を活用して ICS コンシューマーチェーンのセキュリティを確保し、長距離攻撃などのセキュリティリスクに対する追加の保護を提供することを目指していると、まあ、こちらもかなり注目をねされているようです。まとめるとですね、2024年第2四半期についてはコスモサーバー市場全体の財政難にもかかわらず回復力と戦略的成長を示したとあります。アトムのね潜在能力に今期待していきたいと思っております。はい。あとですね、先ほど言ったアクセレーターダウンのですね、ドラファクトリーの件についてもですね、記事が出ていたりとかするので、ドラファクトリーについてはですね、オンチェーン開発ツールと分散型コミュニティガバナンスプロトコルの開発と保守を担当しているということで、はい。まあ、こちらもですね、はい、まあ、助成金ということで、まあ、動いておりますと。はい。まあ、そういったところでですね、今後の成長を、見ていければと思っております。まあ、全体的に見ると、まあ、そんなに悪いニュースではないし、まあ、コスモスアトムに関してはですね、まあ、ちょっとこう安定した期待値っていうのがあるのかなというふうにも思っております。はい。まあ、いろんなね意見がちょっとあって、まあ、ICF の懸念点とかもね確かにあるんですけど、はい。まあ、ちょっとね成長を見守っていくしかないのかなというところではありますね。はい。まあ、全体的な市場をね上がってきたらですね、アトムの方も上がると思っているので、はい。まあ、引き続きですね、今はね待つというところになってくると思うので、はい。まあ、次の上昇に備えてですね、まあ、利確準備であったりとか、自分のルールっていうのを決めながらですね、はい。まあ、次の、自分の手をね考えておく方がいいのかなというふうに思っております。はい。まあ、ということでですね、まあ、今後のねアトムっていうところではまだまだちょっと時間はかかりそうですけどね、はい。まあ、開発など、まあ、いろんな、はい、まあ、ところで動いているようですので、はい。またいいニュースあったらですね、がっつり取り上げたいと思います。はい。ということで本日はですね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。